違う天狗ね。なんか車違う天狗な。ウォーターセブン入る天狗よ。そうでしょ。ゴーイングメリーゴーみたいになるのが勘弁天狗からね。我が輩はまだ別れたくないよ、ガチゴジと。いや、それよりね、はい、まあ僕のフェイスブックをね知ってまあメンバーの人は分かると思うんですけど、ね、はいはいはい、私今排水の陣でございます。そうでございますね、はい、どうしたんですか。まず説明が必要ですよ。失礼しました。そうでしょう。本当は、はいはい、ガチの撮影できません僕。無理ですよ。だって、はいはい、足の靭帯2本切断してるんだもん。断裂してるんだもん。そうです。おまけに全治2ヶ月の捻挫ですよ、はい、もうドクターに言われてますからね、はい、ドクターみたいなノリでヘルプミーっつって無理やねって言われる。救急車で運ばれたんだもん。足首がね、てんちゃん、はい、ソフトボールぐらい大きくなったもん。知ってますよ、もう存じております天狗よ、はい、我が家どれだけ心配したかと思う。いやいや、電話もくれたしね、はい、吉田ってこの数分前まで僕らとあれですよ、SD でバカ話してた。そう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 、これでね、はい、資料忘れたやと思って、はいはい、車に取りに行ったんですよ、はいはいはい、だから階段があって玄関降りた、はいはいはい、そこが濡れてるのを気づかずに、はいはいはい、滑っちゃったんですよ、はいはい、だから本当に滑ってこけてもはっという形で立てるんだけど、はいはいはい、違うんですよ、滑った瞬間に足がこう右足ね、はい、足首がこれぐらいこれぐらいひどい、こういう感じになったんですよ。もうやべえって言ってこれ折れると思ったんで、はい、そのまま転倒したんですよ、はいはいはい、このままもう踏ん張ったら折れると思って、はいはい、ならもうそのままゴロ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 急角度、もう長州力のバックドロップ状態で、はい、上半身からドーン、はい、受け身取ったらこんなんですよ。でも体中ほんでね、その寝た瞬間に、はい、あ、これ折れてるかもしんない、はい、こ足がこうなったんだもん。ほんで俺は折れたと思って、はい、この大の字になりつつ、はい、よしちょっとまず立とうと冷静に、うん、で折れたら書くんじゃないですか、はいはいはい、グラップラバキでよく、はい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 、やってやるぜって言って立った瞬間にガクンって、はい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 、折ってるからなみたいな、はい、折れたらどうしよう。やばいっすよ、折れたらやばい。で立ったら立てたんですよ、はいはいはい、であれいけっかな、はい、俺最高とか、はい、最強とか言って、はい、4歩ぐらい歩いた瞬間に、はい、痛みがズキズキズキなって、はいはいはい、もう歩けない状態なんだ、はいはい、ほんで靴下を、はい、その脱いでみたら、はい、ソフトボールが、はい、おー中に入ってましたね、はい、あれなんでこんなところにソフトボールが、はい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 、俺の足首に張り付いてるだろうと思って。いやでもう近所の人も出てきて、はい、救急車呼ばれてまして、おー、そりゃそうですよ、あの写真見りゃ。もう救急隊員の人も来てくれてるんですよ、はい、大丈夫ですよ、高田さん折れてないから、
はい、ああでも折った方が楽っていう場合もありますけどねとか言われてそういう場合もありますね。逆にね、そう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 。でもね、これなんでこんなになったのかなと思ったら、はいはい、俺ね、あの君らとバカ話してる時に、はいはい、Facebook に、はい、ちょうどジョニー大倉さんが亡くなったと思って、はいはいはい、ジョニー大倉くたばりやがったって書いてあるんですよ、はいはいはい、それはでもあの人はロッカーだから、はいはいはい、お悔やみ申し上げますなんか言っちゃいけないんですよ。ロックンローラーだから、はいはいはい、だからくたばりやがった、はいはい、っていうふうに書いてある、はい、これもしかしてこれジョニー大倉の呪いじゃないかなと思ってなるほどなるほど。えなんで冷静だなお前これから大事なね話をするの痛いんだ痛くない重症でね、はい、病院に行ったら、ね、はいはい、すいません車の運転だけはさせてくださいと、はい、山登れますかね、はい、って言ったら、はい、山は無理でしょ森はって言って、いやだから歩ければね、はい、歩けないもんって言ったら、ね、先生じゃあ俺ダメじゃないですかって、うん、まあ撮影の日はね、はい、痛み止めの注射でも打ちましょうと、はいはい、言うので、はい、今日痛み止めの注射を打って、はい、ガチに臨んでおります。さすがでございます。皆さんこんばんは、ガチシリーズ始まりました。はい、こんばんは、元気にいくてんぐよ。いや無理、僕らはそうでしょ、うん、無理だね、けんちゃん無理だねだから皆さんに申し訳ない、はいはいはい、12月はね、はい、いろいろクリスマスだ、はいはいはい、年末だ、はいはい、いろいろあるから、ね、今週と来週に限り、はい、ちょっと尺は短いかもしれない。そうですね、無理はできないことだ。歩けないんだ。でもね、我が輩はね、うん、我が輩は、まあ、大丈夫ですよ、我が輩はね。いや、そりゃそうだ、足動くからね。そうですよね、我が輩はいいんだけど、矢沢どう思う？ジョニー小倉さんが死んだだけに、はいはい、うん、俺はいいけど矢沢どう思うかな、はい、っていうねいや俺ね、ジョニー大倉さん死んだの結構ショックなんですよ、はい、でもど真ん中ですよね。えど真ん中ですよね。ど真ん中じゃないの。ど真ん中ではないんですよ、うん、キャロルが解散した頃はまだ僕ら小学生です、はい、あ、そうかそうかそうか。だから A ちゃんっていう名前を初めて知ったのは、はい、時間よ止まれ、はい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 、はい、バラードの人っていうイメージ、はいはいはい、はい、あとコカ・コーラ、なる、あ、そうですね、出てましたね。あのイメージなんですよ。はい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 。で、キャロルって言ったらまあ不良じゃないですか。はいはいはい。ああいうイメージじゃないんですよ、うん、A ちゃんって。うん、で、ある程度年齢いくと、キャロルっていうバンドがあったと。はいはいはい。ヤンキーっていうか、その暴走族がみんな行ったと。そうですね。いうので、見たら A ちゃんがリーゼント決めて、はい、よろしくとか言って、よろしく。俺はいいけど、矢沢どう思うかな。そういうまあスタコっていうかうまいいうような形ですよ。ほんでやっぱりキャロル聞くじゃないですか。はいはいはい、はい、うん、でジョニー大倉、ほんで、はい、ジョニー大倉さんもキャロルっていうイメージより、はい、俺は映画っ子だったから、はい、俳優なんですよ。はいはいはい、遠雷っていうね映画ですごい芝居したんですよね、はい、ほんでそっからあこの人いい役者さんだなって言って役者のイメージだった。なるほど、なるほど。それが君はフランキー酒井だキャロルあんまりね、はい、俺ね、そんなに思い入れはないんだけれども、はい、ジョニー大倉さんには結構思い入れあるんですよ、はいはいはい、それは何でかっていうと、はい、役者もそうなんだけど、はい、ロックの定義って何ですか、てん、はい、ちゃん。ロックの定義ですか、うん、え、我が輩の中ではセックス&ロック、セックス&なんですか、ドリンク&ロックンロール。なるほどなるほど、はい、それもまあロックですよね、はい、で僕のロックのね、はい、イメージっていうと、はい、定義なんてないんですよ、はい、定義のないのがロックなんです。なるほど。ただ僕のロックは一つのことを貫くっていうのがロックンロール、ね、なるほどね。だからジョニー大倉って人は、はい、ロックンローラーなんですよ、はいはいはい、じゃあ何のロックンロールかっていうと、はいはい、みっともなさのロックンロール。なるほど。でもそれすごい大事だよね。大事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 。だから見ててみっともないんですよ。はいはいはい、はい、ずーっと A ちゃんの悪口でしょ。はいはいはい。もうキャロル解散してさ何十年経っての口開けたら A ちゃんは来たね、 A ちゃんは来たねとずっと言うじゃないですか。はい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 。ね、ほんでね、あ、僕ね、清水浩二郎さんと、はいはいはい、ちょっとパーティーに出るから一緒に行こうって、はいはい、京都に行ったんですよ。はいはい。
ほんで、なんかまあアンダーグラウンドの人もいたり、はい、アンダーグラウンドって言っても別にヤーさんじゃないですか、はいはい、まあいろんな人がいて、はいはい、それの余興にジョニー大倉さんが、はい、コンサートよってか、もうライブやるっていう、はいはい、でライブハウス貸し切りでのパーティーだったんですよ。なるほど。ほんで、ジョニー大倉上のとこでこう、はい待ってるんですよ、はいはいはい、控え室じゃないですよ、はい、もうそこの席で待ってんで、こうやって、はいはい、その姿がねプレスリーの衣装ダッサ。いやでも似てますからね。いやうわダッサ。ダメですって。こんなピラピラついてて、はいはいはい、始まるわけ。ほらジョニー軍団みたいなのがいるんだよ、はいはい、だその前の何人かだけジョニーってやってんだけど、はいはい、それライブだけにそのジョニー軍団だっていうので入れてもらってるだけなんですよ。なるほどなるほど。うわかっこいい。ほんでもうロカビリーみたいなやつ、はい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 、でもプレスリーですよ、はい、ほんで MC が始まるじゃないですか、はい、でその MC の間ずっと A ちゃんの悪口じゃらーん Thank you A ちゃんってさA ちゃん来たね。A ちゃんはあら魂よ。ジェレレレじゃ Thank you。キャロルがね。A ちゃんが A ちゃんもう A ちゃんの話しかしないんだよあの人。もうそうもうみっともないのよもう。もうあんた振られたんだから。もう何十年 A ちゃんのこと言ってんのよ。ほんで後ろのねちょっと怖い人が、はいはい、A ちゃんのファンなんですよ。はいはいはい。もう全部ああいうその車なんかでも A ちゃんなわけ、はいはいはい、もうそれもちょっとかっこ悪いんだけど、もうステッカーバリバリ、そう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 、はいはいはい、あいつどんな頃かなって言ってるぐらいもうずっと A ちゃんの悪口言ってんの。でじゃーんじゃーん、サンキューありがとうって言って帰ってくんだけど、はい、もうみっともなくてみっともなくてそれが俺たまんなく愛しくなったんですよ。なるほど。これはロックだって、うんうんうん、貫いてます。そう。そういうことですね。で、もう結局、去年の今頃までずっと A ちゃんって言ってたでしょ？はいはいはい。A ちゃん、A ちゃんって言って。はい。そこまでね、はい、愛せます人を。いやー、なかなかいないですよ。要は、ずーっと別れた女を言ってて、はいはい、振り向いてくれなかったら、はい、もう憎悪しか、するしか、自分を保てないですよ。ねえ。そういうことですね。もう、俺からすると A ちゃんの悪口聞くために、A ちゃん帰ってきてくれよ。はい、A ちゃんもう一回やってくれよって言ってるようにしか聞こえないわけ。はいはいはい、はい。ほんで、あの人本当にね、俳優としてはすごい役者。はい、本当にいい役者。はい、だから、もう A ちゃんを忘れて、はい、俺はもう俳優として生きるって言ったら、はい、今あの人ものすごい上の位置ですよ。はいはいはい、ジョニー・オークラって人は、はい。でも、違うんです。そんな地位より、いつでも A ちゃんが帰ってきていいように、はい、音楽にいたの。なるほど。でも、はい、ね、てんちゃん、もうね、俺も一回言われたことあるけど、はいはい、かんちゃんと私はもう状況が違うのって言われたのと一緒で、はいはい、A ちゃんもジョニー・オクラにこう言うの、はい、その俺とお前はもうあれが違う、状況が違うからよろしく。 A ちゃん、お前音楽、俺商品。タオル買え、あー金よこせ、あーって言って、タオル投げたいですよ、ね、よろしく。もう俺商品、矢沢っていう商品。いい、俺はいいんだよ、俺キャロルやっていい、でも矢沢どう思うかな。こう言われたらもう返せないでしょ。返せないですね。ちょっと返せない。どこ行くのよ。返せないです、返せないですよ。どうするんですか、大倉さんは。もうだからずっとダサいっていうか、もうええちゃん、ええちゃんって言ってるわけですよ。でも A ちゃんは武道館でタオル買え、ああお金くれ、ああ矢沢はや、あ俺はやってもいいんだよ。キャロル、君をファンキーモンキーやるよ、ジョリー、俺も商品だから。矢沢がなんて言うかわからない、矢沢はやらないでそれ。A ちゃん帰ってきて、帰ってきて、状況が違う、ジョリー、俺はいいって言ってるでしょ、ファンキーモンキー。オッケーオッケー、やるよ、俺グレート、俺ビッグ、オッケー。でも、矢沢なんて言うかな。本当に言うらしいからね、矢沢がなんて言うかって。いや、これ A ちゃんファンの人が、お前、こいつ、お前、俺の A ちゃんディスってやがんなって思うかもしれない。はい、いや、俺 A ちゃん大好きなんですよ、はいはい。かっこいいじゃないですか、やっぱり。はいはい、かっこいいです。かっこいいし、あの人はカリスマですよ。はい、ね。ほんで、やっぱり、この前高倉健さんも菅原文太さんもお亡くなりになりましたけど、ね、矢沢永吉さんがお亡くなりになったら同じ扱いですよ。あ、うん、それぐらいやっぱり国民栄誉賞を上げてもいいぐらい、はいはい、そのロックをビジネスとして成功させた初めてのミュージシャンです、ね、はいはいはい、だから
決して歌うまくないじゃないですか。なんとも言えないですか。まあまあまあそう、はっきり言おうよ、まあ、そうですねプルって言われたけどね、あれ A ちゃんファンだから。うるせえぞお前って言って、ね、ステッカーバリバリで、ステッカー買えあーって言ってね、まあそれは置いといてね、はい、だからあのジョニーさんがね、はい、最後お亡くなりになった時に、はいはい、やっぱりねこれでちょっと楽になったんじゃないかなって、はいはいはい、で俺はねその A ちゃんがお亡くなりになった時に初めてね、お金とかそんなんなくなって向こうで A ちゃんまたやろうよって、はい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 、キャロルをやるんじゃないかなって思うわけ。なるほど、はい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 、ねえ、はい、でも A ちゃんはね、はい、でも俺は状況が違うから、 A ちゃん俺はいいよ、やだかなっていうかなそんな A ちゃん、いやいや、やっぱりタオル買ってこないと困るわけ。全て金ああいやいやいや、今日はこれがセットなんです。あ、そうです。でも A ちゃん伝説はね、はいはい、いや A ちゃん伝説っていろいろあるじゃないですか、はいはいはい、ね、はい、なんだかんだ言ってあの人元もマッシュルームカットですからね、はいはい、キャロルやる前に、はいはい、いくら突っ張ってもお前元マッシュルームじゃねえかよって言って俺なんか思っちゃうんですけど、はいはい、売れた時ですよ、はいはいはい、ね、スタジオでオーストラリアに騙された、はいはいはい、50何億円ですよ、はい、ほんならね、銀行がね、はい、やっぱり取り立てに来たんだって、はいはいはい、ほんで、あのエアガエチ基地がだよ、はい、やっぱり説明のために銀行に待ってくれって言ったらしいね、はい、なるほど、あのエアガエチ基地がだよ、はい、あの A ちゃんが待ってほしいんだけどっていう形で、はいはい、ね、でも銀行はいや無理ですね、早く払ってください、はい、すぐ払えって言われたと、はいはいはい、ね、ほんでいやどうしようって言うんで、はい、A ちゃんはタオルを売り始めたんですよ。そうなんですか。タオルとツアーと、あと一時ドラマ出たり、はいはい、CM ガンガン出るようになったでしょ、はいはい、あれはもう借金返すためよ、50何億ですよ、はい、銀行に取られた、はいはい、取り立てくらっちゃって、はい、それね2年で返したんだって、はい、すげえ。だって武道館でみんなにタオルかえあーって言ったらみんな A ちゃん買うよって言って、はい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 、ねっ、A ちゃん助けるためだって言って50年返して、はい、すげー、逆に2年後に自社ビル建てるかぐらいまで稼いだんですよ。おこっからが矢沢駅地伝説、はいはい、その返してくださいよっていう銀行マンが営業に来たんだって、はい、それ聞いて、はいはいはい、うん、矢沢さんもしあれだったらまた預金してくださいよ、はい、うん、あの夜勤っていうか口座作ってくださいって言って、はいはい、A ちゃんが、ああ、俺はいいんだけど、矢沢かなんていうかな、お願いしますよ矢沢さん、俺矢沢、ああ俺が生きてるうちはあなたたちの銀行に100円も入れねえかなって、そんな、でも、はい、その時にちっちゃい銀行があったわけ、はい、地方銀行の、はい、その時の担当者は、はい、矢沢さんいいですよって、はい、僕は信じてますから待ちます、はい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 、そこに全額やったんだって、おー A ちゃんかっちょいいね、かっけえなー、それでね、僕 あのずっとやってたメイクの人が、はい、の友達が衣装やってたんですよ、はいはいはい、矢沢駅地の、はい、初めての時に、はい、矢沢駅地がツアーに出るから、はい、一回描いてみない、はいはいはい、そのデザインとかいうのをね、はい、で初めてじゃない、はい、で若くて何の実績もないんだけど、はい、頑張りますって言って、はいはい、十何枚描いたんだって、政治衣装を、はいはいはい、だから矢沢が1時から5分ありますって、はいはいはい、その時に持ってきてくださいって、はいはいはい、5分で何が分かるのって言ってね、どうせう、ね、うわってやって、ね、やダメダメとか言われる、はい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 、実績もなんもないから、はい、でこう待ってたら向こうからガチャって来たんだって、はい、あ、やだよろしくって言って、はいはい、でよろしくお願いしますって言った、はい、あ、衣装ねパターンじゃって言って帰ってったんだって、うわダメだって言って、はい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 、ね、うわ気に入らなかったんだって言ったら、はいはい、そこにいた担当者が、あ、矢沢 OK って言いましたんで、おお矢沢 OK 今 OK 出したんで、はい、そのまま全部これでいきますって、なるほど、あのね、つべこべ言わないんだって、はい、もう感性でこれでいいってなったら、はい、矢沢お疲れよろしくって言ったら終わりで OK ってこと、かっこいいじゃないですか、A ちゃん、かでも商品だからね、もうジョニー・オークラが何と言おうと、何と言おうと、何と言おうと矢沢は商品、そう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 、それだけ自分のことを商品って言えるっていうのはすごいですね、うん、ああ自分でもそれは自覚してるみたいよ、うん、うん、だからもう要は、はい、ジョニー・オークラは、は
もうミュージシャンなんですよ、はい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 、ロックンローラーなんですよ、はいはい、ね、でも A ちゃんはプロデューサーなんですよ、やっぱり、はいはいはい、うん、だからタオル売るんですよ。なるほど。タオル売るんですよ。すごいなぁ。いやね、僕も一度行ったことあるんですよ、コンサート、はいはい、武道館、はい、2階でね、はい、で隣の友達はね、もう A ちゃんファンだからさ、はい、A ちゃんみたいな感じでやってんだけど、はいはい、もうそのダラリララアーハーって言ったら、はい、アリーナのねタオルがブワー舞うわけですよ、はいはいはい、俺は悪いけどもうついていけないってA ちゃんありがとう。めちゃめちゃ盛り上がるらしいですからね、あれはね。でもいやごめん輪に入れないみたいな、はいはいはい、あの輪に入れなさっていうのは、はい、アルフィーのコンサート行った時に、はいはいはい、アルフィーありがとうって泣いてるメガネのおっさんみたいな感じ。いやー別に俺アルフィーの星空のディスタンス聞いても別にありがとうとは思わない。なるほどね、うん、なんかそんな感じでしたよ。へー、あーまあ A ちゃんはね、あの A ちゃん伝説いろいろあるんで、はい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 、まあ、かっこいいですねやっぱりね。いやだからあの A ちゃんがあまりにも偉大すぎちゃって、はい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 、あのカリスマのボーカリストって氷室京介が出るまで、あ、出た、うん、はいはいはい、氷室京介が出るまで、はい、そのいなかったわけじゃないですか、はい、やっぱりキングオブロックですよ、はいはいはい、ね、2人は、はい、ね、で2人共通して言えることが歌はあんまり上手くないと思ってそれなんともいい。いやちょっと待ってください、氷室京介歌うまいですか。いやめ、いやいや我がもうだってもう、もう神のプロからみたいな。いや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 、もうかっこいいですよ。いや俺プロの映像作家でもあれはどうかって言うよ。そりゃずるいと思うよ。氷室京介の声量が高い、大きいですか。え、でもあの若い氷室京介の真似してましたからね、うん、僕ですよね、僕ですよね、これ固定だった、固定のパートだったこれ。な、そういうことなんだよ。氷室京介は決して歌うまくないと思うよ、はい、だってほとんど、まあ、A ちゃんと氷室だったら A ちゃんの方がうまいですよ、はいはいはい、バラード歌えるから、はいはい、まあ、氷室さんもだって歌ってるけどね、はい、でもやっぱり味があるなみたいなのはないじゃないですか、はいはいはい、ねえ、僕なんかそう思っちゃう。そういえば氷室さんといえば布袋さんもずっとこうアピールしてたわけですか、氷室、うん、さんと一緒にやりたい、はい、またボーイを組みたい、はいはいはい、でももう拒んでたじゃないですか、うん、あの東京ドームのあのね、あのチャリティーのライブだって、うん、あの全曲ボーイのやつ、はいはい、ありましたよね。もう行きましたよ僕。あ、行きました、うん、あれだってもう布袋さんずっとアピールしてるわけですか、ラブコール出してても、うん、やっぱりギターは布袋じゃなかったわけじゃないですか、はいはい、あれってね、やっぱこだわりなんかあるんですかね。だから氷室京介って人は、はいはい、その A ちゃんのカリスマ性にジョニー大倉が入ってるんですよ、ね、はい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 、はい、うん、なるほど。だからある意味キャロルの完成形なんですよ。なるほど。か、まあキャロルの完成形って言ってキャロルファンには申し訳ないんだけれども、はいはいはい、ジョニー大倉にとっては、はい、もう例えばだよ、はい、ジョニー大倉にとっては A ちゃんは氷室京介みたいであってほしかった。なるほど。ね、そうなったら、はいはい、その音楽にこだわってあれはないあるっていう話をしてくれるわけじゃない、はいはいはい、でもね、もしそのジョニー大倉がね、はい、音楽バーやっててすごいもんやってたら多分もう一回やってもいいよって言うのが氷室京介なんですよ。なるほど。うん、布袋はそのA ちゃんの、はい、タオル替えあーはーの人だから、はいはい、ああ、そっかそっかそっか、というような僕ら認識だけどね。なるほどね。いやそれどうか分かんないよ、はい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 、分かんないけどやっぱり氷室ロックって言って俺らがずっと尊敬してるのは、うん、やっぱりキングオブロックだから。確かに、確かに、ね、ロックノーラーっていうか、はい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 、うん、ロックの人っていう、そうですね、もうちゃんと実践してくれてるから、はい、だからね、ジョニー・オクラ大体ね、皆さんね、あの真夜中のハイウェイラブリーなんとかとかいうのを最初にやったのはジョニー・オクラだからな、はいはい、うん、いや他にもいるっていう人がいる、ね、前にもいたっていうかもしれないけれど、はいはい、それは英訳、その英語の曲を和訳した時で音楽に乗らなくてそれ言うのだったり、はいはい、全くその売れなかったとかいうようなのはあるんだよ、はいはいはい、でもああいう風にちゃんとその君はファンキーモンキーベイビー知ってます？君はファンキーもちろん知ってますよ。君はファンキーモンキーベイビーって君は愉快な猿赤ちゃんって言ってますよ。君は愉快な赤ちゃんだる。まあそうですけど、いいっすよそこ訳されて。いやでも今のジョニー大倉がいたから、うん、今のあのちゃんぽん歌詞っていうのが、はい、うん、あの成立したんでしょ。なるほど。まあ確かにそうですね。そうでしょ、はい、ちょっと俺は音楽専門じゃないけど、はいはい、日本語神
にこだわるっていうのはすごいあったわけじゃないですか、はいはいはい、ほな一部はハッピーエンドじゃないですか、はいはい、でハッピーエンドっていうのが日本の言葉日本語をどんだけ載せれるかっていうことで、はい、その古文の歌詞を載したりとかして、でもあれでちゃんぽんだっていうのはやっぱりできたのはジョニー・オクラですか。確かに。だから30年後40年後、はい、僕はね A ちゃんが死んでから20年後に評価変わると思います、はい、なるほど。A ちゃんは もちろん名前残りますよ、はい、でもジョニー・オクラってめっちゃすげえじゃんっていう風な評価になるから、はいはいはい、ジョニーさん、はい、天国で待ってなさい、はい、うん、いや、ね、本当ですよ。だからその間俺たちはずっとみっともないロックンローラーって言っておきますから。いやこれは褒め言葉だよ。もちろんそうですよ、もちろん分かってますけどね。だってシドビシャスなんて知ってます、殺されたんですよ、あの確かに女に刺されて、はい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 、みっともないでしょ。確かにみっともない、まあ、確かにみっともないでしょ、はいはいはい、いいんですロッカーはみっともなくて。確かにそうですね。俺はね、あのミック・ジャガーが朝健康のためにジョギングって言った瞬間にローリング・ストーンズは死んだと思ってます、ね、はあ、はあ、ミック・ジャガーこそね、はい、酒とドラッグで死ぬべきでしょ。はい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 、もうね、そうですそうです。キース・リチャーズだっけ。はいはい、キース・リチャーズ。来た。そうそうそう。あの人健康のために血を全部入れ替えたんだよ。そうなんですか。そうそう、輸血で、全部入れ替えたの。はい、で、いややっぱり健康が一番っていう。それ彼こそがね、セックス&ドラッグのシンボルじゃないですか。シンボルでしょ、はいはい、それをやつは血を全部輸血で入れ替えて、はい、長生きしたいと。そう、やっぱり健康だよね。緑が一番だよね。え、そうそうそう。そんな健康に気遣ってますけど、うん、未だに、あいつに女取られたって殴り合ってたし、あのバンドの中でも。キース最高。やっぱり女取られたって言ってぐじゅぐじゅ言うのがやっぱりロックンローラーじゃないですか。そうですね。あの死んでしまったね、あのラモンズのジョイ・ラモンもそうですよ、あれもね、女にか取られて、あの CC ラモンだとかな、DD ラモンだ、DD ラモンとかに、あの女取られてて、もうあの鬱になって、もう大変な目にもあったりしてるんですよ。ああ、もうそう、あのニューヨークパンクロッカーの王者ですよ。ロックンローラーですよ、それは。でも、これもまたロックだと思うよ、はいはい、それは取られたんだろ、はいはい、ね、親友のかみさんがもう好きで好きでたまんなくて、はい、どうすんだよって言って曲作って、はい、それが世界的に大ヒットして、はい、ね、ほんで大ヒットして、はい、あのそっちの親友が別れちゃったの、はいはいはい、っていうか別れる前に俺あいつのこと大好きなんだと、はいはいはい、なんとかなんねえかな、ああじゃあ俺別れてやるから結婚しなよって言われて結婚したエリック・クラプトンもかなりかなりロックだよ。それをああいいよ別にじゃあ別れっからさ、それもしかしてレイラです。うん、そう、それがレイラ。それがレイラなんだよ。だからレイラって初期のあの頃って、はい、もう狂気だから。もうあの泣きが、はいはいはい、キーンって言ったら、もうめっちゃ好きーみたいなのよ。だからだからなんでもあかんねーみたいなね。だから昔のレイラはすごいですよ。狂気ですよ、あれ。なるほどね。でも一緒になっちゃったでしょ、はいはいはい、武道館とかで聞きに行くんですよ、俺。はいはいはい、うん、もう、じゃーん。あ、もうこれやっとけばみんな喜ぶかさ。ダラリラララララーン。フィー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 、ブラッキーも泣いてますよ。じゃなーみたいな。でね、もっとすごいのがね、はい、エリック・クラプトンとあのビートルズの間、はいはいはい、あの名前でなんと忘れしてた、ポールじゃなくて、あの一番地味だった、ジョージ・ハリスン。ジョージ・ハリスンの神さんだからね。おお、はいはいはい、そうそうそう、あの親友っていうのは、はいはい、でね、要は寝とったわけですよ、はいはい、親友。でもその親友も全然平気。しょうがないよね。エリックだから。クラプトンが好きっつってんだもん。あ、まあそりゃしょうがない。でね、あの要はあのクラプトンの息子さんがお亡くなりになったりして、はいはいはい、ね、ティアーズオブセブン、あ、ヘブンっていうのはそれでできたよね、はい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 、ファーザーズアイデーとか、はい、そこら辺のも、あ、違うな、タイトルが違うけど、まあその時に落ち込んでたんですよ、はい、ならあのジョージ・ハリスンが、はい、エリック何してんだよって、ね、落ち込んじゃダメだよ、はい、今度俺ツアーやるから、はい、お前ギターやれよ、はいはい、って言ってジョージ・ハリスンのツアーに、はい、帯同したんですよ。なるほど。慰めるために、はいはいはい、日本にも来たんですよ、はい、ジョージ・ハリスン見に来ないでみんなエリック・クラプトン見に来た。今はエリック・クラプトンは、はい、プライドとか格闘技見たくてお忍びで来てるんだけど、はいはいはい、で麻布にどうやらあの日本人妻がいるらしい。マジですか。そうですね、まあ、らしいんだけど、その頃はエリック・クラプトン来るって言ったら一大事一件です。はいはい、そりゃそうですよ、うん、だからもうジョージ・ハリスンどうでもいいからクラプトンみんな見に。でも寝とった友達と一緒にステージ立てます？
おかしいでしょジョージ・ハリスンも、だから僕はビートルズなくても唯一ロッカーはジョージ・ハリスン、はいはいはい、うん、は認定。なるほど。ロックスター。ロックスターですね。じゃあジョージ・ハリスンでそのウド音楽事務所も取ってやったのに、もう本当中身はクラプトンだったんですね。うわクラプトンじゃんみたいな。アバクタマセラユって言ってもどうでもいいんだよそんな。クラプトンなんかクラプトン。みんなクラプトンみたいな。クラプトン。レイラやってくんねえから。しょうがないですよね。でもそこはいややってくんねえかなじゃないよ。ジョージ・ハリスンファンが怒るよそんなの言ってた。俺はジョージ・ハリスン見に行ったの。クラプトンなんて邪魔だよって言ってた人がいるよ絶対。だからね、そう考えると A ちゃんもね、はい、もうなんていうのかな、なんかお悔やみ申し上げますとか言わないでさ、はい、もうちょっと気の利いたこと言えばいいと思わない？そうですよね。ね、向こうでね、はい、キャロルやろうぜって一言言えばいいじゃないですか。オロラ昇進だから、はい、ここじゃキャロルはやらねえけど、天国そんなの関係ない。矢沢知ってるそれって言って、はい、かっけえって言ってね、はい、うん、天国でキャロルオンステージ準備しといてって言ったら、はい、もうそれで、そうですね。たまんないじゃん、はい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 、ジョニー・オクラ思わず生き返ってくるかもしれないよ、そうですよね、おいちょっと待ってかマジかよみたいなドッキリかもしれないドッキリかもしれないでもなそれで生き返ってきても多分 A ちゃんは言うね生き返ってよかった、でも現実と違う状況変わってるし俺はいいけど矢沢どう結局ダメなんじゃないですか生きてるっちゃダメなくなって、お前さんになってからなくなってからだよ、うん、そうだよ、うん、だから俺はもういつかのこうなるよ、うわどっちかがこれもうガチ解散ってなった時に、はい、あの俺はいいけどタワーなんていうかないやだ考えたくないな君も言うかもしんないよ、いやいやいや俺はいいけど天狗はなんていうかなって、いや若輩はみんな一緒にいたいです、ずっと痛いです、いや俺商品になったらもうだってさ A ちゃんの、はい、タオル買えあーはーお金くれあーはー、はい、これ歌詞変えたら俺たちですよ動画買えあーはー金落とせあーはー俺らじゃないですかだから笑ってる前でニコニコチャンネル界の矢沢永吉とは俺のことですよ素晴らしい、わかるでしょ、はい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 、ねえ、うん、ドワンゴの中で唯一 A ちゃんは俺だよ、素晴らしいですよ、そうですね、だってもう堂々と動画買ってください、動画、はいはいはい、いやガチ田川軍団とか言ってるからさ、はい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 、うん、動画落とせ、確かによろしくお願いします、俺は別に買わなくていいと思ってんだよ、でもタワーなんていうかなタワーなんていうかなすごい気に入ってますよね俺ジョニーさんが死んだ時によしこれで今度のガチャを持つっていうのを早く言いたいから痛みを押してきてます、ジョニーさんありがとう、ジョニーさんありがとう、ありがとうございます、いいネタくれてみたいな、 いいんですロックンローラーだから、そうね、はい、うん、最近はロックがいないじゃないですか、そういう、そういないですね、だからもうまあ俺からすると、はいはい、あれだったんですよ、あこいつがちょっと行くかなと思ったのははいミシェル・グライネファン、おー、はいはいはい、ね、千葉さん、うん、彼がちょっとそっち方面かなと思ったんだけどね、はいはいはい、ミシェル2年でやめちゃったから、あーでももったいないですよね、ミシェルはあれですよ、あの有名なあのミュージックステーションのほうタトゥーがバックレた時期があったんです、はいはいはい、あの時にタトゥーが出る時に、うん、あのバックレて、うん、あの演奏しない、うん、困ったどうしようってなった時に、うん、あのミュージックステーションってみんなご存知だと思うんですよ、カラオケじゃないですか、はいはいはい、唯一あの中で生で演奏できるのがミシェルです、ほいほいほい、だからじゃあ俺らやるよって予定ないのにやる曲代わりにやったんですよ、おー熱いなやっぱりね、違うね、違うやっぱりロッカーだ、違う違う、俺は今ミシェルを否定する、ロッカーだったら俺たちなんでそんなロシアのね小娘の代わりやらなきゃいけないわけ、あなるほど俺はいいよ、はいはい、ミシェルなんて言うかなって言わないとなるほどなるほどなるほどね、ね、ゲットバックルフィーって歌ってる場合じゃないですよ、でもねその時はねあの多分頭の中にその言葉は出てこなかったと思ういやいやそれは言ってほしい、俺はいいけど、まあね、俺はゲットバックルフィーもやるよって、はいね、はい、ああでもミシェルはなんて言うかなって言ってくれないと俺はやっぱりミシェルを認めることはできないね、なるほど、
やっぱりこれからのキーワードは俺はいいけど俺はいいけどはどう思うかな。なるほど、何も言い返せないですよね、それ言われたら有名になればなるほど絶対言ってやろう俺はいいけど、タガはなんていうかな例えばヨシがね、今度あそこの廃墟行こうと思いますって言った時に、はい、いや俺はいいんだよ、タガはなんていうかなっていうね、それですよ、かっこいいですね。いや僕 A ちゃん好きなんですよ、はいはいはい、あのやっぱり歌われてる時に変えるってことしないし、やっぱり矢沢永吉が歌うって言ったらやっぱ聞いちゃいますよ、はいはいはい、ね、あの本当ケンさんと同類ですよ、うん、音楽界の俺高倉健ですよ、はいはいはい、下手なんだけど、まあ、最後まで聞いちゃう、はい、最後まで見ちゃう、はいはい、うん、それだけ魅力があるんですよ、うん、あの僕はあのファンの人たちが苦手なんですいや熱いんですよみんな、やっぱり嬉しいじゃないですか、でも何はもうだってタオルを投げてくれる時だってもう 全員がほとんど全員が投げるんですよ、わーってもうあのやっぱり信者っていうの言葉は間違ってないあ間違ってないですよ、ですよね、だってね武道館行くといっぱい白いスーツに裸に白いスーツに、はいはいはい、タオル巻いた A ちゃんが、はいはい、いっぱいいますから、そうですよね、その人間の前で、はい、タオルかえとか絶対歌えないです俺阪神ファンの前で巨人応援するのは全然平気です、はいはいはい、うん、それは、はい、野球を愛してるから、はいはい、ね、あの巨人のいいところも説明できるし、はいはい、でも A ちゃんのファンでファンの前にそれは絶対俺言えないですね確実に殺されるよね、うん、あのサマーソニックかなんかで、うん、A ちゃんが出た時出ましたね、うん、前がエアロスミスだった。ほうほうほう。エアロスミスが終わって、うん、次あの A ちゃんが出るってなった時に、はい、あの客席 の、うん、あのファンが総入れ替えしたらしいですよ。ああまあそうらしいね。あそれでも満員になったの。そうです。ほうそれはそうだな。だ今まですごいロックな、まあ、革ジャンとか着てる人たちが、うん、はい、あの次 A ちゃんですってなった瞬間に白いスーツ総入れ替えした。俺もエアロスミスと A ちゃんだったら A ちゃん見るな、はい、うん、僕エアロスミスあんまりダメなんですよ。本当ですか。僕エアロスミス大好きなんですよ。あの顔がダメなんですよ。あまあでもあれなんですかこうあっちの方の、うん、あの要は、まあ、西海岸とかあっちの方ですごいウケる顔なんですよ、ね、ああなるほどね、はい、それよりデフレパードの。おお、デフレパードって泣けるじゃないですか、はい、あれはいっぱい話ありますよね、はい、ドラムの人がね、はい、事故で片足切断した時に、はいはいはい、本来ならばチェンジですよ。そうです、そうです。でも彼がもう一回、うん、その片足になったとしても、はいはいはい、あのドラム叩けるまで俺らは休むから、はい、そうそうそう、俺は変えた方がいいと思うけど、はいはいはい、レパードはどう思うかなそれ言いたいだけじゃないな知ってますか、デフレパードドラムのね、うん、あの話はあるんですよ。ねあれね、あの実はあれ今ツーバス叩いてない。そうですよ。ね。ね、あ手がないんですよ片方。ないです。ね、手がないのにね、あのドラムあのグルーヴ感ないよな。ああ、それはすごい。確かに。あれはすごい。すごいんですよ。ほとんどエレドラなんですよ。そう。エレドラであのグルーヴ感出してる。すごいね。すごいよ。あれはもう本当に泣けるいい話だね。いい話ですよ。それもロックなんですよ。はい。そうですよ。わかるみんな。ロックですよ。本当に相変わらず深夜ラジオやってるねガチリーズは、はい、もうね目つぶっててもあのいい感じに聞こえてきますからね全くここまで幽霊の話なしだから言ったじゃないですか、監督だって映画の話はまあプライベートであんましないじゃないですか。しないです。で音楽の話もそんなこうバーッと僕たちも我が輩たちもね、はいはい、あのしないんですよ、うん、でガッチ GTG はそのねあの心霊の話あんましないですよ。笑っちゃうのが、はい、さっきオカルトチックだったのが、はい、A ちゃんが、はい、キャロルまた戻るからって言った時に、はい、ジョニー・オークラが墓から出てくんじゃねえかっていうそれぐらいですよね、オカルトの話。そうもうそれ以外はそれでもジョニー・オークラの話ですからそうその枠内ですから全然ダメでしょってそれオカルトって言ってホラーだろそれはって言ってそうというような話でね。ありがとうございますよ。言うてもねもうほらあと1ヶ月もうね数えてみてもあと1ヶ月もう師走ですよ。どうしますかね、いろいろ起こりますよ。ですよ、もういろんな人が死んじゃうね。何もこんな忙しい時に死ななくてもっていう。そうでございますよ。てか死んでほしくない人が死
ねえ、はい、死んじゃってね。そうですね。なんで死んでほしいやつは死なないのかね。大体そういうもんなんですよ。うん、大体本当にそういうもんですよ。ねえ、高倉健さんも死なお亡くなりになって、この前は、はい、昨日ですが、はい、菅原文太さん、はい、ねえ、皆さん菅原文太さんって言ったら朝日ソーラージャケン、はいはいはい、まあ基本ですね。仁義なき戦い、仁義なき、おやつさん、はい、それは筋が通りませんけん、はい、正蔵お前がそんなこと言ったらわしどうすりゃいいんじゃって言って、金子の坊さんがね、しゃあまあここは我慢したりやって言って、小林さんがここはお前がなくすかなかろうよなんでわしが泣かなあかんのあれ仁義なき戦いの広島弁ってはい、はい、あれなんです、女口調なんですよ。あ、そうなの。そうなんですよ。ほう、あれ女の人なんだ。ほとんど女口調なんです。へぇ、肖像をわしが、お前がそんなこと言うたらって言うと、そうです、へぇ、あんた悔しいの、泣いちょるのって言って、金子のお坊さんがね。あ、でも言われてみるとそうだね。そういうふうに言われれば、ここはもうちょっとガシガシする。なるほどなるほど。あ、そうなんですか。だからちょっと柔らかいかな。あ、あれ柔らかい。じゃあ広島の人が見たら仁義なき戦いってあんまり怖くないんだ。あ、結構めめしい感じ。あ、そうなの。これはいい話聞いた。へぇ、ニュアンスが女の人が使うニュアンス。あ、そうですか。そうなんだ。それは知らなかったな。へえ。俺からするとやっぱりね。はい。そのイメージがありますよね。おお。おやつ、それは筋が通りませんけ。はい。うん。今ちょっと竹内力が入った。そっちはそっちでいろいろあるじゃない。竹内力。で、大丈夫ですか？いや、僕会ったことないんで。はい。竹内力さん会ったことないんですよ。あ、本当ですか？うん。だから何言ったって構わないですよ。これからも絶対仕事しませんから、ね、いや竹内力さんね、我が輩がそうリスペクトしてる、あのね、あの湘南爆走族って映画があるんですよ。小田裕二さん、江口洋介のさんのね、はいはい、あのデビュー作ですよ、はいはい、あのロケがね、あの、まあ、あの湘南爆走族って波打ち際高校って高校があるんですよ。でそれはね、はいはい、あのそれを、波打ち際高校っていうように元にしたその、現場があの我が輩の地元であったんですよ。ロケが。それはあの亜細亜大学だったんですね。ほう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 。で、あの我が輩中学校3年生だった時に、うん、ちょうどロケがあったんですよ。まあ3年生になったばっかの時に、はいはい、あの湘南爆走族のロケが亜細亜大学に来たんですよ、はい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 、で我が輩1年間追っかけましたからね、はい、亜細亜大学に来てでロケの時はもう必ず我が輩がいるって。そこでですね、あの実はですね、江口洋介さんと小田裕二さんとか、まあ、湘南爆走族の5人ですね、はいはい、と小爆が小爆と仲良くしていただきましてですね、名前まで覚えてもらいましてですね、はい、多分本当に今でもその江口さんも小田さんも、うん、あの「あだいの時のガキです」「あだいのガキです」って言ったら思い出します。なるほど、まあ、デビュー作なんで絶対忘れないですよね。そうなんですよ。なんで、その時の敵役、要は、うん、が竹内力さんだって若かったですよ。ああ、そうですか。もう若かったんですけど、今もう怖いですね。あのね、あの人、もっとトレンディー俳優だから、ね、そうですよね。ああ、はい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 。あんなに凄んで見たところで。はい。南の帝王だって言われてもね、はいはい、昔ね。南の帝王、そうだそうだ。あのなんか、サラ金のね、はい、CM にイメージキャラクターで竹内力で。はい。あの萬田銀次郎のよう、はいはいはい、まあ、イメージでやってるんでしょうね、はいはいはい、そんでお宅の利息はなんぼやのっていうキャッチコピーだったんです絶対借りるかと思ったよね萬田銀次郎が借りに行くとこだよ、ね、おかしいでしょって確かに竹内力さんね、僕はもう苦手ですね、ああいう人たちは、うん、竹内力さんって言ったらあれですか、相川翔さん。俺はよ、デッドアライブ、うん、はいはいはい、デッドアライブってあんま良くないぞ、あれ。最後なんですけど、うん、最後の最後の落ちだけが俺はあれでいい、あれだからよまさかね、あそこでね、地球が崩壊してたもん。結構ね、俺がね、V シネ俳優の人たちをね、はい、こういうのっていろいろ問題があるんですよあの友達でそういう人だと仲いい人がいるからね、はい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 、うん、真似してバカにすると、はい、合わせられなくなるからやめてって言われるあの竹内力さんって言ったら若いカオルちゃんかな、知ってます、カオルちゃんそう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 あれもどうかなっていう、俺そんなに面白くなかったですよ、悪いけど初めて見た時びっくりしましたけど、ね、そうね、うちのかみさん腹かけて笑ってましたよね、カオルちゃん、カオルちゃん大好きって言ってたけど、それは言ってたんだけどでもさ、ちょっとあれはやりすぎだろやりすぎですけどねあんな高校生は絶対にいませんからね。
竹内力ってね、やっぱりあの相川翔さんの方がね、はいはいはい、見ててもいいなと思いますけど、俺はよあの甲高い声がよおやさんあれがよおやさんそれ筋通らないより俺もう相川翔さんって言ったらもう必ず頭の中出てくるのはやっぱり常ですね、常役常ってあのあれですよ、あのあれですよ、トンボのあの長渕剛の要は何ですか、子分役で常っていう役で出てくるんですけど、長渕なんて全然怖くないあんなの聞いてる方がおかしいよ一世風靡聞けよ一世風靡は分かる、大好きでしたから、そういやしかないけど原宿で踊る相川翔さんは柳葉さんとやっぱ本当に仲悪かったんですかね、あれね、あれ俺誰に聞いたんだっけな、だからそういう説はありますよね、いやでもすごい仲いいっていうか、はい、上下関係がそこすごいんですよ、あーそうかそうか、だからか、うん、あんまり大きい声では言えないエピソードはいっぱいあるんですけど、はい、うん、上下関係はすっごいんですよ、はい、しっかりしてますよね、うん、だからみんな勝又ってバカにしてるけど、はい、あの人多分怖いですよ、俺もそう思います、うん、あ我が輩もそう思います、本当に、はい、だからもう本当に本当に思ったからもう、うん、あの人怖いですよ、はいはい、我が輩もそう思いますよ、あのね、まあやめとこうから先は、はい、シャレになんないからはいはいはい、はい、リアルにマジっていうような話になっちゃうからやめますけども、はい、まあそんな感じでね、さて、うん、今日ははい今日はとある公園ですね、公園、ほう、名前も知らないんですけど、うん、口コミ情報、名前も知らないっていうのか、名前も知らない、とりあえずここです、情報はそれだけ、場所だけ教えてもらったのに、なんかあのあれですね、人が埋められてたお前またそんなとこやめろっつうの、ここエグいっすよって、で一応なんだそのそれだけの情報は、なんだそれは、うちの近所結構近いかも、えで奥の方に進んでいくと、うん、進んでったところで女の人がすすり泣いてる姿があって、ほう、またそう、またそういう、もう俺はね、今日 A ちゃんの真似をできたからもういいよ君ら二人に任せていいから、ちょ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 、あと なんか突発的に相川翔もできたからすごい面白い感じでできましたね面白い感じになってると思いますもう俺いいよ、田川寛太のオールナイト一本、今日は俺でこれで終わり、いやこれまだ無料ですか、いや、そうかもしれないんだけど、そこで言わないとですよ、もうやっぱりね、何、我が輩はいいけど、うん、我が輩、マチョ天狗はどう思うかな、いや自分でやればいいじゃないなんで自爆ったんだ、わかんない、いやこれ使い方間違えると自爆になるね、自爆する、詰まっちゃってたらダメ言葉遊び難しい言葉遊び大変、A ちゃんは言葉遊びの人だから、はいはいはい、嫌いって言ってて結構ね、はい、あの人乗るんですよ、なるほど、いろいろね、はい、A ちゃん、はい、矢田さんビッグになりたい、はい、まあそんな感じでちょっとお願いしますよ、矢田さん、はい、ビッグになりたい、まあ俺はビッグだから、うん、まあ矢田はもうビッグだと思うんだよね、はいはい、うん、だからビッグって何って言った時には矢田かな、うん、なるほど、うん、何も言えないですもんね、そうでしょ、返せないですもんね、ほんでね、そのインタビュアーがね、その後こう聞いたんだって、はい、矢田さん、ビッグの次はじゃあ目指されるビッグ、次のビッグの次は何ですか、はいはいはい、そういう言葉遊びあんま好きじゃないんだけど、はい、乗るしかないと思う、矢田乗るしかないと思うから言うよ、はい、ビッグの次はグレートだねすっげえいいっす当然次も聞きたいじゃないですか、はいはいはい、グレートの次、はい、グレートの次は、はい、グレートの次はゴッドだねやばそこまで行くからもうなりましたからね、ちゃんとねゴッドですよ、やばそこまで行くから商品だから俺はすごいですね、俺は商品だからタオル買ってもらわなきゃな、タオルもあそこまで売れると思わなかったよだって52億返しちゃったんですね、すごいですよ、わかんねえだろ、ジョリー、あっ、スターが消えた、
これどれだけ話してんだろう。いや全然話してないよ。これ満タンになってるはずだよ。ほらちょっと待ってください。ああじゃあちょっと一回食べましょうか。はい、はいはい、いやびっくりしましたな。びっくりしましたね。この頃ガチサーベルがね、はい、調子悪いんですよ。あまり元気がないから、ね、元気ないんですよ。食べても食べないんですよ。揚げても食べない。そう揚げても食べない。あ、そう食べてもこの頃ね俺言葉痛みに耐えてやってるから、はい、いやちょっと間違えたらごめんね。いやいや、とめなさん、いいフォローだったよ今の。いやとめなさん、拒食症の大会。そう、拒食症、食べろって言っても食べないんですよ。ガチサーブ頑張って。失恋したからとか言ってね。あ、もうそれはもうちょっと、まあしょうがないっちゃしょうがないんですね。失恋したぐらいで。失恋はしょうがないけども、まあそうですよ。それぐらいでね。それぐらいでこうなんかこうへこまれてもね、困りますね。はい、そうでございますよ。まあ失恋した分強くなってくる。そう金もね、家も、はい、全てをね、はい、奪われても元気に心霊スポット行ってる男もいるし、はい、そうでございますね。これはね、俺が病気で辛いって言ったら、あ、そう、お大事にって言ってそのまま音信不通になったバカもいますし、そういうのを失恋って言っていいのかと。はい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 、はい、こっちから願い下げだと。いつまで言ってんねんと。俺もよしも。なぜならば、はい、ロックンローラー。ロックンローラーでございますね。入りました、ロックンローラーだからね。ありがとうございます、天狗。はい、さてもうね、もうこの前怒られたんですよ。です怒られたってわけじゃないんだけど、はい、最近長いな。昔はね短く、はい、ね、ピピって言ってたのに、はい、この頃長いと、はい、である人がこう言ったらしいですよ、はい、ハングリーさがなくなったんじゃねえか。なるほど。昔やっぱ早くやんなきゃと思ってピャッピャッてやる、はいはい、いや違うんだよね、はい、おもろいから完全に無視してて自分らがやってて、それをこれ右じゃねえか、それをハングリーと言うんではなく、ただ単に悪ノリって言うんだよ。それ悪ノリだよ。誰むしろね、むしろいい傾向なんだよ俺らにとって。決して減ってはいない。そうもう俺がね、尺短く、これだんだん短くなってきてるっていうことは、はい、ああ飽きてきてんだなと思った方がいいですよ。ねえ、いやもう本当に。でもたまにはそういうのでもいいですよ、やっぱりね。若い人もね、フルチャージしたらね、もう一気に使うことはもうちょっと無茶はね、ちゃんと考えていきますよ、それやそれなりにね。だって監督どうだってね、はい、言うてみればね、はい、まだね、全治本当は2ヶ月中でございますよ。そうですよ。全治2ヶ月ですよ。病み上がる時に病んでる真っ最中です。痛み止めの注射切れてきましたもん。もうガンガン痛いわけでございますよ。さっきこの服脱いでたでしょ。はいはいはい。冷や汗ですもん。それでもこうやってそうみんなをね、はい、楽しませるためにそうでございますよ。頭をフル回転して、ね、はい、トークをしてるわけですよ。はい。それを、ね、だって人体が切れてるわけでございますからね。身体だよ、はい、ね、足首にソフトボールがなんでこんなところにあるんだよっていうぐらい腫れたんだからね、はい、今も歩けないんです。実は断裂してるわけでございますからね。ですからね、今日何かいたとするじゃないですか、はいはいはい、君ら走って逃げるね。俺は走って逃げれないからね。大丈夫です、我が家たち全力で監督を守りますって。なんか見たことあります、うん、監督の作品で、うん、はい、キンズオブザデッドって。そうですね、僕は車椅子の人間を置いて逃げましたから。ダッシュした、うん、前に奥さんいましたからね。あの時の金蔵さんは辛かっただろうなって。今となっては気持ちが分かる、分かる、分かる。そうですよね、うん、いやそんな中でもですよ、はい、こうやってガチシリーズをやってね、うん、でもうその皆様を楽しませるために我が輩たちもね、監督をサポートし、はい、ね、こうやってね、本当に我が輩たちも頑張ってるんだけども、はいはいはい、別に我が輩たちそれは苦だと思ってませんから、ちゃんと。ありがとうございます、ね、もう本当に、もう頑張るに尽きることもすね。そうですね、はい、
でも、まあ、僕の予想なんですけど、はいはいはい、多分早くてシーズン4、はい、遅くてシーズン5には、はい、僕ガチいないですよ。え、いやいやいや、もう君たちに任せる。いやー、頑張りますよ。いや本当に、いや、そうなればそうなった、そうなった、そうやっていかないと多分ガチってね、はい、ダメだなと思ってるんですよ、はいはいはい、ね、どん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 新しい血を流し、はい、ね、血液を入れ替えて、はい、汚い血液を捨て、はい、綺麗な血液で、はい、ロッカーが朝、はい、皇居の前を走る、キース・リチャーズのようにそう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 オカルトは健康だと。なるほど、うん、健康が大事、はい、うん、そうでございますね。でもね、もうそういう風に、ね、そういう形になる前にも私たちもどん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 こうやって経験を積んでね、頑張らなきゃいけないでございますよ、吉殿。うん、さて、もうしばらくすれば、はい、現場ですね、もう一回言うとしたら、はい、まあ、名前はあんまり言えないんだけれども、はいはいはい、その死体が埋められてて、はい、ね、女、女のすり泣いてる幽霊が出るんで、そうやってね、ちょこっと監督が言うだけでも、もう嫌なところなんでしょ。あのね、まあ、なんていうのかな、どんなとこか知りませんけど。あ、いや俺ね、それは聞いたことないんですよ、はい、聞いたことない。マジっすか、うん、結構近くて近くかもしれない。聞いたことないって、なんかなおさら怖くなりますよ。なんかどん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 ね、もう有名どころの心霊スポットは、まあ、あの言ってみればあれなんですけど、廃墟系なんか特に、はい、なくなっていくじゃないですか。そうなんですよ。あ、そっかそっか、新しいとこどんどん開拓していかないと。そういう開拓っていうか、もうね、まあ、開拓っていうかね、あ、まあ、フロンティア、うん、あのね、一個カミングアウトしていいですか、はいはい、あのチャールズ皇太子、はい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 、チャールズ皇太子じゃねえ、あの誰、今ダイアナの息子、まあなんかあの、まあまあ、来月来る人ですよ、はいはいはい、なんとか王子、はい、ね、どうでもいいから覚えてないけど、はい、あの人が今ね、エイズの、なんでキャンペーンで、はいはい、カミングアウトしようというキャンペーンで、はいはい、なるほど、カミングアウトされたんですよ、はい、でその内容が、はい、その僕は人前に出ると上がっちゃって緊張するんです、はいはい、実は、はいはい、だからものすごく人前に出るのが苦手なんです。なるほど。でも皇室だからそんなこと言っちゃいけないし、なるほど、そういう風なのはいけないと思ったんだけども、僕はカミングアウトします、はい、まあそんなん言われても別にね実は僕はダイアナ母の子ではありませんとか言うんだったら、はい、おーおーおー、やべえよみたいな、そのカミングアウトまずいよみたいな、ただ僕は恥ずかしがり屋ですって言ってるもんね。そうそうそういかがなもんかなと思うんだけど、僕もカミングアウトしますよ、はいはい、あのそのキャンペーンに乗っかって、はいはい、あのね、昔ね、はい、あの撮影やってて、はい、で、まあ、金蔵さんの話やってて、はいはい、で1個心霊スポットを紹介するっていうのがあって、はい、その撮影場所からどっか今みたいにちゃんとした心霊スポット行くのがめんどくさくて、はい、ここでいいんじゃねって言って、はいはい、荒川の駅の水門のところを、はいはい、心霊スポットにしたんですよでスタッフが吐いたり、はい、うわここは最強だとか言ってたんですけど、はいはい、でっち上げなんですよねでそっから数年後、はい、そのでっち上げの場所が、はい、心霊スポットとして紹介されたんですすいません、カミングアウトしますそういうこともあるかもしれない、ね、カミングアウトしますが、はい、あれは心霊スポットでも何でもありませんそんな事実はありません、今心霊スポットサイトを作っててそこを紹介してたら、はい、削除してくださいね、赤羽の近くに荒川にある、はい、あのところなんですけど、はい、その木には首くくりの木みたいなで、ね、はい、これで首吊ったっていうのはそんな聞いたこともありません。普通の木ですねうん、それはそうだよね俺らが勝手に言ってるんだもんそれは削除してください。紙がひどいところにないとそこで写真撮ってなんか写ったみたいにこう丸く書かれてたんですね。いやそうですね、うん、ないですあるわけないんですよそんなの。だって僕が作ったんだもん。あとね、怖い心霊写真とか言ってうわーってやってるんですけど、はいはい、邪悪なものを感じるとかみんな書いてるんですけどね、はいはいはい、あのね、フォトショップが出始めの頃に俺たちが作ったんだよねごめんね、カミングアウトするけど
あれなんでこんな話してたんだっけ。そのチャールズ皇太子のその前はなんだっけ。なんでチャールズ皇太子が出てきたんだっけ。心霊スポットを開拓しなきゃいけない。ああ、そうだそうだ。だから俺はいつもその罪の意識でね、はい、この世界に生きてるわけ、はい、だからガチでは、はい、そんないい加減なところは行かないでおこう、はい、って心に決めてるんですよ。なるほどね。まあ、でも本当になんか、何ですか、出始めたっていうか、新鮮なスポットらしいので、はい、あ、本当ですか。本当かどうかっていうのも検証するのも兼ねてですね、はいはいはい、ぜひとも貸してください。わかりました。でもさ、はい、オカルト作ってる奴らがそんなカミングアウトしちゃいけないよね。いやでもこういうところをカミングアウトするからこそ真実があるわけです。そうです、真実っていうよりもこれは、はい、俺らはガチだから、はい、フェイクを作ってるわけじゃないからね。そうですね。本当ガチで行くからね、マジで、うん、何回も、まあ散々ルチャリブレでぴょんぴょん飛んでたのに、はい、いきなりプライドに出るようなもんですからそれがまた強いという。そうでございますよ。あの信号の手前を見る、お前ほんとすごいなパーッと言ってくるね、パーッとね。いやお前すごいな、ほんとに。見ていただいて、道なりに出ると多分、ね、はあ、右側に出てくる。すごい天狗ね。さすが。まっすぐ来るもんね。まっすぐ。もう前回だってあれですもんね。吉田のこれもしかして負けるんじゃないのなんていう時もありましたね。あのね、俺がテレビの人間だったらね、はい、俺と天狗ちゃんいらないですよ。こいつだけ起こしてくださいっていうね。ギャラだけ搾取しましょう。そういうことですね。貸すから金を起こす。10万円だけど、よし、2万円だけどいいかな。次、右入れるところ。さあ、なんかどんどん近づいてきたような感じがする。ちょっと暗くなってきたな。するスタイル。いや、どんどん行ってけ。ああ、でも本当暗くなってきたね。ちょっと離れた。離れた。え、戻る？離れた？今入るところが若干違った。そうですか。ガクッとか言ってるし、カメラがガクッて言ってるよ。ガチミニラ号っていうよりこいつダメだね。本当にガチ台車号です、うん、一回限りの登場ですけど。このガチ台車号、はい、ちょっと面白いのが今こうやって狭いじゃないですか、はいはい、寄ってるじゃないですか、はい、今天ちゃんとこうペタッとくっついてるこうペタッてガチゴチじゃないですか。結構腕と腕が触れ合ってる。そうでございます。嫌なんでしょ。まだあの風味があるそうそうそう、結構こうやって寄ってるんですよ。我が輩ね、最近ですね、はい、ちょっと心霊ものの、はい、を DVD をですね、はい、ちょっと試しに借りてみた。おお、敵を知るために。そうです、そうです。丸堂丸月さんでございますか。丸堂丸月、これもしかして。あ、これまだマスです。丸堂丸月、はい、名前出してもいいんですか。あ、いいですよ別に。宇藤いつきさん。知らないです。これ左。そうですね。これを左に。これ左。見てみましょう。うん。それを見て見ましたよ。はいはい。まあひどかった。ああ。俺はそこまで言わないよ。もうね、それを見てもらえればガチがどれだけガチか分かる。ああ、なるほど。本当にね、ひどかった。俺は流してそんなこと言わないな。あれ。なんかこれか。おおおおお。いや、あ、これか。わお、わお。
うわ、これかよ、これかよ、もういち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 怖えな。さっきの丸堂丸月さんは、はい、誘導課金の後にもう一度お話しよう。分かりました。ちょっと面白そう、ね、面白そう、そうですね。これ多分そうだよ。はい、到着いたしました。はい、こっから先は有料でございます。